世界が真っ白になる夢を見た。私はずっとその4月の中にいた。タヌキ2つ。はい、ありがとうございました。お待たせしました。タヌキセットの2つ。自分今度駅前の公民館で個展やるんですけど、時間あったら見に来ていただけませんか？やっぱり滝本先生。村松楓立川北中3組の。また会ってください。そう思ってもらえることは嬉しいです。やっぱり前の人のことですか？先生、今どこ中で教えてんの？もう3年も経つんだしさ。あの手紙の人ね、昔の私の彼なんだ。とても不思議な人だった。決して目を合わせようとしない人だったけれども、とても優しい人だった。